シック・パピーズはオーストラリアで結成され、現在アメリカ・カリフォルニア州、ロサンゼルスを拠点に活動中のオルタナティブ・ロック・バンド。世界規模で名前が広がるきっかけとなったのは、オリジナル曲、オール・ザ・セームが挿入されたフリーハグズキャンペーンのビデオで、YouTube 上で現在までに6000万を超えるヒット数を記録している。1997年。 オーストラリアシドニーのモスマン高校在学中であったシモン・ムーアとエマ・アンザイが音楽室で出会った際、二人とも偶然シルバー・チェアーのファンであったことから意気投合。当初はムーアがドラム、アンザイがギターを担当し、シルバー・チェアーの他にグリーン・デー、レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンなどのコピーをしていた。その後、オリジナルの楽曲を作って演奏するようになり、 新しくドラム担当のクリス・ミレスキが加わって、現在のバンドの原型が形成された。その後オーストラリア国内での知名度が上がるに伴い、バンドとしてのレベルアップを図るため、アメリカ・ロサンゼルスへ活動拠点を移すことを決意。この際、結成時からドラムを担当していたクリス・ミレスキが移住を断念したため、募集サイト、クレームスリストを通して応募してきたマーク・グッドウィンが新しく、 ドラムとしてバンドに加わった。もともとシック・パピーとは英語で的外れな人物や言動を揶揄した表現で、当バンド名の由来としては二つの説がある。一つはムーアがバンド名の候補にシック・パピーズを挙げていたことに始まる。シドニーの自宅に戻った際、父親にバンド名のアイデアを尋ねたところ、その時読んでいた本のタイトルシック・パピーを勧められた。 その偶然に運命を感じ、命名した、という説である。また一方で、彼らが、ガレージで練習中、迷い込んできた犬が、機材の上でおうとし、初期グルーピーの一人が、ざっと、S1 シックパピーと叫んだことによるという説もある。しかし、2010年7月、フロリダのラジオステーションでのライブストリーミングの際、司会者が、事の真相を尋ねたところ、前者の、 シックパピーの本から命名されたというのが真相であると安在が証言している。詳細はシックパピーズディスコグラフィーを参照ドッグズブレックファストドッグ、S ブレイクファスト EP バンジー比、およびミュージシャン兼プロデューサーであるムーアの父親の協力でオーストラリアで活動中にリリースされた。ウェルカムトゥザリアルワールドウェルカムツーザリアルワールド2001年にリリースされ、 毎年オーストラリアで開催されるトリプル J, J アンアーストバンドコンテストにて優勝。これをきっかけにポール・スティパニックマネジメントと契約。なお、このアルバムは、版権の問題から、オーストラリア国外での販売ができず、さらに版権を持つ、レコード会社が現存しないため、現在はほぼ入手不可能となっている。ドレストアップアズライフドレスド、アップアズライフ2007年、2枚目の スタジオアルバムとしてリリース。当アルバムには、フリーハグズキャンペーンビデオに挿入され、アメリカ国内のロックチャートで8位の開挙を記録した、オールザ・セーム、さらに正式なアメリカデビュー曲で、チャートの20位を記録した、マイ・ワールドが含まれている。トライポーラー・トライポーラー2008年12月より、制作に入り、2枚目のメジャーアルバムとして2009年7月14日に、リリース。 ビルボード200において31位を記録。アルバム中の You Are Going Down は WWE のイベントと2010年の映画鉄拳の公式テーマ曲に採用された。アルバム1曲目の WO はゲームストリートファイター4の宣伝用に起用された。当アルバム中から2009年11月に o u ワンが続いて2010年6月22日に メイビーが2011年2月8日にリップタイドがシングルカットされた。ライブアンプラグドライブアンプラグド2010年4月6日 EP 版ライブアンプラグドをリリース。アコースティックバージョンのオットアン、ソーホワットアイライドザ・プリテンダー、You are going down を収録。You are going down はシカゴのラジオ局でのインタビュー中にライブ録音された。ムー 安イ、グッドウィンの3人は、オーストラリアのモールで、フリーハグズ運動を行っていた通称ワンマンの様子を撮影したビデオを制作。その際自作の、オールザ・セームをバックグラウンドに挿入し、YouTube 上に公開。これが当初4300万回を超えるヒット数を記録、世界規模の知名度を得るきっかけとなる。2009年8月14日、伝説的な音楽カメラマン。 ロバート・ナイトのキャリアを描いたドキュメンタリー映画、ロック・プロフェシーズで初の映画出演を果たす。映画中には、彼らのライブ風景のみならず、当バンドに対しナイトが渡米を強く進めたエピソードなども描かれている。シック・パピーズ・ワールド・クルーは、世界中のシック・パピーズファンをカバーすべく運営されている公式ファンサイトである。無料登録制、また登録者がバンドの宣伝、 イベントの運営などに携わることができるなど、ユニークな運営方法をとっている。h t t p w w w s y c k p u p p i e s w o r l t c r e w n e t スラッシュ,ッシュ、e。ありがとうございます。